マルコエリアス・ゴンザレスは、アメリカ合衆国コロラド州、ラリマー・グンフォート、コリンズ出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のシアトル・マリナーズ所属。イタリア系アメリカ人である。2010年の MLB ドラフト29巡目で、コロラドロッキーズから指名されたが、ゴンザが大学へ進学した。2011年は15試合に登板し、11勝2敗。 防御率2.57の成績を残した。また一塁手や左翼手としても起用され、打者では36試合の出場で、打率、291を記録した。2012年は12試合に登板し、8勝2敗、防御率1.55と高騰。NCWA ウエストコーストカンファレンスの最優秀投手に選出された。打者としても43試合の出場で、打率。 325.2本類が29打点と活躍した。同年のゴールデンスパイク賞ではセミファイナリストまで残っていたが、ファイナリストには選出されなかった。ジョン・オルルド賞を受賞。2013年の MLB ドラフト1巡目でセントルイスカージナルスから指名され、6月19日に契約。ルーキー級、ガルフ・コーストリーグカージナルスで4試合に登板後。 8月に A 級パームビーチカージナルスへ昇格。A 級パームビーチでは4試合に登板し、防御率1.62だった。2014年は A 級パームビーチで開幕を迎え、6試合に登板。2勝2敗、防御率1.43と高騰し、5月に A 級スプリングフィールドカージナルスへ昇格。A 級スプリングフィールドでも7試合の登板で、3勝2敗。 防御率2.33と結果を残し、フューチャーズゲームに選出され、6月25日に、プロ入り2年目で、カージナルスとメジャー契約を結んだ。同日のコロラドロッキーズ戦で、先発起用されメジャーデビュー。5回を7アンダ5失点と打たれたが、9点の援護もあり、勝ち負けはつかなかった。その後に試合に登板したが、いずれの試合も敗戦投手となり、7月7日に、 トリプル A 級メンフィスレッドバーズへ降格。8月30日にダブルヘッダーで枠が拡大されたためメジャーへ昇格。同日に行われたシカゴカブストのダブルヘッダー2戦目で登板し、6回を3安打1失点に抑えメジャー初勝利を挙げた。8月31日にトリプル A 級メンフィスへ降格した。9月2日に再昇格したがチームは 優勝争いの真っ只中だったこともあり、主にリリーフとして6試合に登板。この年は10試合に登板し、4勝2敗、防御率4.15だった。ポストシーズンでは、ロースター入りし、ロサンゼルスドジャースとのディビジョンシリーズでは、リリーフとして3試合を無失点に抑え、2勝を上げるなど、チャンピオンシップシリーズ進出に貢献。チャンピオンシップシリーズでも無失点に抑えていたが、 一勝二敗で、迎えた第四戦目では1点リードの6回裏から、登板したものの、1アンダ3失点1死球で9円に失敗し、敗戦投手となった。トリプル A 級メンフィス時代2015年は1試合の、先発登板に終わり、2.2インニングで7アンダ4、失点と炎上したが、敗戦投手にはならなかった。マイナーでは、A 級パームビーチ、A 級スプリングフィールド、 トリプル A 級メンフィスの3ランクで、計18試合に先発登板したが、1勝5敗、防御率5.02とカチューンにも見放され、低調な成績だった。2016年4月13日に、トミー・ジョン手術を受けることが発表された。2017年7月21日に、タイラー・オニールトンのトレードで、シアトル・マリナーズへ移籍した。2019年から、背番号7に変更となった。 アスレチックスと東京で開催された日本開幕戦で自身初めて開幕投手を務めた。2020年2月3日、新たに4年3000万ドルの契約を結んだ。この年も2年連続2度目の開幕投手を務めた。2021年4月1日のジャイアンツとの開幕戦で3年連続3度目の開幕投手を務めた。ありがとうございます。